どうも皆さんこんにちは、キヨキヨです。はい、皆さんアップデートいかがお過ごしでしょうか。そうですね、こちら皆さんもですね熟知していらっしゃると思うんですけど、ボイズンの呪文、まだ私レベル2でございますけれども、この呪文相当強いですよね。そこで、変わってくるのが防衛援軍、クラン戦用の防衛援軍が非常にもう根本から変わってきますね。以前ですとネクロマンサーというのは非常に優秀な防衛援軍でありましたけれども、ポイズンの登場によりネクロマンサーは使えないんじゃないかなということで、今回この16種のユニットをですね、これは防衛援軍に使えるのか、ちょっと一人ずつですね査定と言いますか調査していきたいと思います。まずバーバリアンはちょっとね、やはりポイズンですぐ処理されてしまいますよね。はい、ということでバーバリアンもやはり雑兵と言いますか、ちょっと弱いユニットですよね。そしてアーチャーもですね、まあ、枠を埋める意味では、まあ、アーチャーいいかもしれないんですけれども、そこまで主要な、なんていうんでしょうね、ネクロマンサーのような効果を発揮しないですね。強さを発揮しない。そしてジャイアント。これがですね、私も今のクラン戦、実は入れてます。今回だけですけどね。まあ、以降入れるかわからないですけれども、今現在入れてます。やはりジャイアントが、枠数が5でこのようにヒットポイントが1100あるので、割といいユニットなのかなと思います。やっぱりポイズンでも死なないということですよね。そしてゴブリン、ウォールブレイカー、まあもう言わなくても大丈夫ですよね。そしてバルーンもですね、ヒットポイント545ということで、相当そのポイズンレベル4とかで処理できるのかできないのかっていうぐらいの話ですよね。でエアバルーンはやはり移動速度非常に遅いので、もし釣り出して処理しようとするとも大変なことになりますよね。遅くて。そしてエアバルーンは、その、なんていうんでしょうね、孤立したゴーレムとかの上にたどり着くことができたら、もう間違いなく強いんですよ。まあ、バルーンはまだまだ使えるかなと思います。はい。アップデート前も結構入れている方いらっしゃいましたね。まあ、私、バルーンそこまで好きじゃないんですけどね。はい。結構皆さん主流で入れておりますよね。そしてウィザードレベル6はですね、ポイズンレベル1でも処理できてしまいます。まあ、しかし時間はかかります。なのでその攻撃して、クランの城から出てきたところをポイズンレベル1で処理とかは厳しいというか、ちょっと時間かかるので、ちょっといただけないかなと思うんですけれども、まあレベル6もですねポイズンレベル1で処理できてしまうので、まあちょっと前よりは弱体化したかなという形でございます。やはりそして、まあ、まだレベル3ですけれども、ここで注目のドラゴンですよ。もうドラゴンレベル5も実装されたことによってですね、さらに注目すべきは収容スペースが20で入れられるんですよね。なのでタウンホール8の防衛援軍とかにも入れることができるので、もうこれはねドラゴン相当強くなりましたよ。はい。ということで、私、ドラゴンもこれからちょっと入れておこうかなと思います。というか、普通に強いです。盾にもなるし、攻撃力もあると。これね、ドラゴンレベル5の援軍あったら結構うざいと思いますよ。いいと思います。私、ドラゴンいいと思います。そして、ペッカ。ペッカはね、釣り出されたら瞬間終わりなんですよ。釣り出されたら、まあ、ドラゴンとかラバハンドとかも一緒なんですけれども、まあ、釣り出されたらもう、ネクロで処理されちゃいますからね。という感じなんですけれども、まあ、ドラゴンの場合は範囲攻撃なので、結構そのネクロとかも、まあ、処理、ね、ネクロとかで処理、まあ、簡単にできますけれども。ということで、続いて、ガーゴイル。ガーゴイルも、バーバリアンとかアーチャーみたいな同様ですね。先ほどですね、ポイズンは、このように、毒の雲が出現するんですね。なので、空中ユニットにも効きます。そして、ホグライダーは多分入れないですよね。入れないです。多分、生涯で見たことないんじゃないかぐらいで、僕らの戦でですよ。そして、バルキリー。これね、まあ、そのアップデート前もバルキリー非常に強かったっすよ。このレベル2でヒットポイント1000。レベル4になったらもう1200、1300ぐらいいくんじゃないですかね。このバルキリーは本当に強いです。そして、範囲攻撃なので、もう強いっすよ。はい、もう強いっす。そして、ゴーレム。私ですね、ゴーレムとラバハンドはまあ一緒と考えていいかなと思います。個人的にはラバハンドの方がめんどくさいですね。ラバハンドを入れるとですね、相手 A に出てくると、まあ、とりあえず、バーバリアンキングやゴーレムは直進していくんですよ。ネクロマンサーのスケルトンとかは。しかし、ラバハンドはですね、その空中なので、アーチャークイーンとかウィザードは、ラバハンドにターゲットが向くんですよ。なので、こう、バーバリアンキングとかが先行してしまってですね、後ろにユニットがついてこないで、ラバハンドばっかターゲット取ってるっていう状況が起こりうるので、ラバハンド個人的には、めんどくさいですね。そしてネクロマンサーはもうちょっと
お亡くなりになりました。はい、ネクロマスターさんもちょっと防衛軍としてはちょっともう使えないんじゃないかなと思いますね。やはりこれからポイズンどんどん主流化していきますので、皆さんもですね、まあ私がすいません、私がおすすめするのは、まあジャイアント、バルーン、ドラゴン、そして意表をつくペッカ、そしてバルキリー、ゴーレム、ラバハウンド、まあ要するにですね、HP が高いものを入れとかないとポイズンで一瞬で処理されてしまうので無駄ですね。ということで皆さんもですね、まあこの動画ね見る前からそんなこと分かってるよキヨキヨという方いらっしゃると思うんですけれども、とりあえずはね、現時点一番最強というのはないですね。まあとりあえず、まあ、私はここで今私の防衛軍紹介しましょうかね。まあ、ここはね、今ですよ、現在だけです。現在だけなので、まあね、このクラン戦が終わったあたりぐらいに動画出そうかなとは思うんですけれども、ラバハウンドとゴーレ、ジャイアント入れてます。ということでですね、今回はまあちょっとね、雑談程度に聞いていただければよかったなと思うんですけれども、まあこのようにして、防衛援軍の根本が変わりましたということでございます。ということでご視聴ありがとうございました。